物もらいになっちゃう。物もらいになっちゃう。ありがとうございます。700番までですか。そうですね。まあまあ両番やん。結構わかんねえな。ここから追加のお客様になります。はい、フォロー中。313番が何番に化けるかですよ。さあ、ああダメだ、200番以内には入れない。214番目。あ、いいね、松見キュートがいいね。あ、これ見てください、5枚しか入ってないです。5枚しか入ってないです。これです。おはようございます、しんのすけでございます。日付が6月9日ということで、見方を変えるといやらしい感じに仕上がってしまいそうな一日になるかと思いますが、私現在お財布に5万円しか入ってませんで、いや、これ鹿っていうのはどうなのかな。ただもうタイトルが踊ってる通りですね、本日700人入場抽選の中、私が取った番号が313番ということで、もうこれはもう神頼みやるしかねえだろうというような状況になりましてですね、ちょっと凱旋を相手にするにはその投資5万円というところではちょっと心もとない。ただ6月に入ったからの流れを踏まえるに、まあ正直2万円来てたんですよ。それがコツ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 また増えてきてたので、ちょっとこれがねどういう感じになるのかなっていうところですよね。どういう感じになるのかなっていうところをね、ちょっと僕は試してみた、試してみた。なんで今回しんのすけの神頼み凱旋でいきたいと思いますけれども、どうなることやっていうのはね、もうこれはちょっと打ってみないと分かんないんで、ちょっと頑張りたい、頑張りたいというかもうぶっ刺していきたいと思いますんで、ちょっと右目物もらいできちゃってるんですけど、はい、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。さあ、文字通り神に頼んでまいりたいと思います。取りました台は本日9日ということでございまして、末尾9579の台フェードインしました。凱旋打ち始めてすぐはですね、とにかく奇数転廃が、あとこういうのもいいですよね。これ上位モードじゃないとやっぱ消灯率っていうのはやっぱ低いですから、あ、いいですね。これのこの時点で、まあ、もし仮にリセットしてるというんであれば、通常モード以上が期待できる。今これで5ゲーム目で、リセットした場合っていうのは高設定ほど通常モード以上の振り分けが高くなりますから、結果として朝一通常モードの台っていうのは若干ですけれども高設定が期待できる挙動ではあるというところでございます。はい、ただまあその他の出目が全然いけてないんでちょっとまだ分かんないですけど、ただこれゲームを重ねるたびにやっぱり通常モード借りに行ったとしても怒っちゃいますんでですね、今ちょっとファンの方が話しかけてくれて何言ってんのって話したんですけど、162番目の入場で大時計は取れなかったそうです。つまり絆系も取れないわけで、やっぱここの凱旋にフェードインしたっていうのは、まあ、セレクトとして間違っていなかったと。で、本日6月入って9日目なんですけれども、5月はなんとかしのいだんですよ。4月マイナス収支食らって5月26日打ったのかな、なんとかプラったんですよね。ただまあ本当に白氷を踏む思い、薄い氷の上を歩いているような感じで、いつでもこうマイナス収支に転落するような、そんな5月で、まあ理由は入場抽選の結果が思わしくなくて、まあ、いわゆる番長であり絆でありっていうところが全く取れなくて、
毎度毎度神頼みをしてたっていうところですよね。でまあ今日も同じじゃねえかっていう感じなんですけど、決定的に違うのが6月1日に結構僕やられたんですよ。7万ぐらいやられたんですよ1日で。でそれもやっぱりその並び順の店で入場の番号が良くなく、まあ、実際これ凱旋こいつでやられたんですよね。天井単発っていう6万6000天井単発っていうのを食らいまして、でそれが6月1日2日3日とを引いてる感じで、でここか と2回打って、そこで、まあ、まだ僕6月入ってから ATM お金下ろしに行ってないんですね。なんだけどなんとか所持金2万円以下になったにもかかわらず、今踏みとどまって財布の中に5万円入ってるんですよ。で昨日その前とかなり立ち回って結果を出してきたので、本日700人中313番で入場した結果、最善のこの台の選択をした上での、じゃあどういう運命が待ち受けてるのかっていう一番になります、はい、まとまった。ちょっと今日物もらいなんだね、右目がね。で、凱旋を打つ上で把握しておきたい基本的なルール、モード5種類、定格 AB、通常、準備、天国と5つモードがあって、右上がりキナナの4分の1、中段リプレイの3分の1でモードアップする、そこにあまり設定差はないというところを基本ルールとして把握しておきたいですよね。でそれを把握した上で今どこのモードにいるのかなっていうところを予想していくのが、これ凱旋の僕は楽しさだと思ってます。190ゲームいくぞ、あたろう、あーダメだ、あーいや、いける、愛してます、そう、192、あー今の惜しかったな。ただね、ああいうのを引いてダメっていうのも俺はいいと思う。あのダメな時はああいうのも出ないから、うん、やっぱ左手ダメだな、右手で止めよう。よし、ようやく511っていう国、よしリプレイさんね、ここはもう大事にアロー、変速アローだからね、凱旋はね。よし、あーダメか、ダメですか、そうですか。さあ244ゲーム1万円投資しきりました。2万円目が入ります。まあ505とかもモードは悪くない。お、ちょっとこれはこのゲームで当たった可能性のある演出ではあった、まあ、期待度的には5% ぐらいだけど、あ、これはちょっと当たったかもしれない。今のちょっと突風台で
僕的な期待度 30% ぐらいある。258ゲームに当たった可能性といったので、このあとですね14ゲームぐらいをゴール地点に4ゲーム間でどういう演出が連続するかというところですね。はい、当たったかもと言ってから16ゲーム目。ああダメだね。まあ確かに天国以上の出目も出てないですし、あれで当たったらテンション上げていいんだろうな。さあ450ゲームで投資2万円3枚目入ります。例えばこのリスクアップで初めて移植ビッグを引きまして、まあまあ打ってる割にね、移植ビッグは全然引けなかったんですよ。でそれと一緒でこの凱旋も実はリセットの時の 10% で510ゲーム天井が選ばれるという話なんですが、私も3年以上凱旋と向き合ってますが、一度もその510ゲーム天井っていうのを味わったことがない。今470ゲーム、あと40ゲームまだ見ぬ510ゲーム天井行くのか、行ってんのか、行ってなさそう。すげえダメそうだな。ダメだねあっさりだな。まあそうなんだけどなんだよ、ちょっと煽ってくれたっていいんじゃないのか。煽んねえよな、関係ねえもんな、天井じゃなかったらな。あー4万は使うな。やべ、さすがに今日は卸し行かなきゃダメかな。あいやー卸したくないな。もうだって卸すってことは5万円使うってことだもんな。それはあっちゃならないよな、冷静に考えると。はい、5枚目、あ、ごめん、4枚目、678ゲームちょっとこの1万円は全然回らなかったね。はい、800ゲーム過ぎました。こうなるともう1000ゲームまで行かないとだね。さあ先輩が頻発しておりますが、880ゲーム天井ストッパー発動中ですかこれ。ちょっとキンキン言い過ぎじゃねえのかお前の野郎。ふざけんじゃねえぞお前の野郎。お前なんだよお前、いい加減しろお前ほんと。よし、さあ4万円使ったところで900ゲームあと100ゲーム。僕の福沢先生がお財布からいなくなりました。これで俺ちょっと据え置きだった瞬間に俺の顔面が崩壊しますね。ええ、俺据え置きだった時に俺の顔面が崩壊しますよ。
ねえ、まあ、何笑ってんだよ。ほんと、もうリップレイとか連チャンしなくていいかんな、お前。よし、おあと100ゲーム長えな、おい。と6月はさ、てか5月からなんだよね、やったら投資額。お前やめろよ、お前。お前なんでお前ビッグ、お前でっかくなってんだよ。901ゲーム、お前ふざけんなよ、お前バーカ。もう意味わかんない当たり方すんなよ、お前霊薬引いてねえべよ。なんだよお前、ちょっとどうなってんだよこの台。お前キンキンいってるなと思ったんだよさっき。ああ台無しだよ41本。ちょっと救済処置とか出ないかな。出るわけねえよな。謎当たり901ゲーム謎当たり。やったよ。そこらどうする、これどうせ単発だろ。いやそういうネガティブな発想やめよう。今当たってんだし、気75連させりゃいいだけじゃんね。もっと言えばゴッド引けばいい話じゃん、この100ゲームで。時間が今11時半、一番ダメな時間だよね。これ単発で終わられてもさ、移動先なんかねえんだよ。今日土曜日でさ、あ、ごめん、日曜日でさ。まあ、謎当たりとは言いましたけど、ちゃんと当選経験を把握しようとした場合、考えられるのは、通常モードにいて、外れか、通常リプレイの 0.1% から 0.3% で当たるんですよ。1000分の1からだいたい300分の1ぐらいで、通常モードいれば当たるので、それを引っ張ってきちゃったかな、うん、それを多分引っ張ってきちゃった。いやー困ったな。よし、ここでこのちょっとお前だ、余裕が出ちゃったお前。おい、めまいじゃない、物もらいでさ、目やにが。行くぞ、ぶっ壊す。1、あれ？鏡、はい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 、ダメなんだお前、ちょっとお前3個あんなお前ほんと。まあいいや、揃っちゃってくれよお前。4分の1。あーくっそー、あーダメだー。
白くない、もう全然面白くないよ、全然面白くないよ、もう悔しいわ、ほんまどうしよう。予定ではさ、凱旋の天井を取ったらディスクアップ行くつもりだったんだよ。ただ今11時40分だろ、空いてねえんだよ多分。いやだけどここでディスカップ4万1000円使ってさ、全突破か今日は、凱旋全突破か、こうなったら頭にくるよな。当然これ ATM 行ったら俺10万下ろすんだよ、15万負けまであるぞ。もういいよ、だもう全突破するからいい、全突破するからいい。もうこんな今日なんかもう日曜日で空いてねえし、11時40分で空いてねえし、いや見に行ってないけど空いてないし、うん、でまあ1000ゲーム回してみて分かったことは、この台6は厳しそうです。はい、一応謎当たりと言われてるね、わけわかんない当たり方したので、それっていい挙動ではあるんだ。それがもう1回くらい来てくれたら俺テンション上げてもう撫でてあげようか。私、いや、こいつ何も引いてねえのにまたキンキンガンガン言い始めましたね。よし来たぜ、外れリプレイの 0.1%。 何や見ろお前ら、おっとおらんだお前、おっと、よし110ゲームこの台ちょっとあるかもしんねえぞ。よし、よし、またしてもだから少なくとも天国にはいなかったから、通常モードのしかもレア役を引いてないでまたしても当たったってことは46挙動ではある、うん、言いたいだけって噂もあるけど46挙動ではある今。まあこれもどうせ単発だと思うんで、仮にじゃあループストック出てくるってなった場合は裏点を考えちゃう、でもまあないと思う。もう一回仕切り直し、大体設定6の初当たり確率が300分の1通常モードでって言われてますから、まあ、私1000ゲーム通常時回してるんですよね。でそのうちの何ゲーム通常モード以上にいたか知らないですけど、まあ今のところ悪くないよね。
まあ、財布に結局50本しか入ってなくてもうすでに41本使ってるっていうところの精神的なちょっと追い詰められてる感じが冷静な判断をさせないような感じもしますけど、冷静考えると、まあ、悪くないよね今のところね。さあ、あいにく飲まれました。再び投資が始まります。そして私の5万円がなくなろうとしています。12時20分屈辱の ATM でございます。新之助チャンネル初だ。まあしょうがない、今日ちょっと所持金が5万円持っててなかったからとは言わないけど、相手がこの子なんでしょうがない、はい。